批判を恐れずに言わせてもらいますと、需要はかなり減っていくんじゃないかなと思います。これはですね放射線技師に限ったことではなくて、ですね機械を扱う仕事、つまり医療 コメディカル臨床工学技技師師ももそそううですすね検査技師もそうだと思いますこうやって機械を扱う仕事はですね、需要が減っていくと思います。なぜそう思うのかというとですね、自動車でさえ自動運転になっていくので、医療機器が自動運転にならないわけがないというふうに思っているからです。ただですね、需要が下がったとしてもですね、そこに必要な人員は必要ですので、えっ、ー、と、まあ、ゼロになるというわけではありません。ただ人数としてはかなり減っていくんじゃないかなと思います。だからといって放射線技師になるなと言ってるわけではありません。えっ、ー、と、そこでですね、一つの組織に依存せず、他のですね、世界 セカンドキャリアを立ち上げていくという視点に立てばですね、さらに未来は広がっていくんじゃないかなと思います、えー。放射線技師という資格を取ってですね、それを強みとして次のセカンドキャリアを立ち上げていく。これはコメディカル全体に言えることですが、皆さんやった方がいいんじゃないかなと思います。だから谷口投手もこうやってセミナー講習してセカンドキャリアを立ち上げているということになります。